Hello, my name is Kolo, and welcome back to another part of Data Live Real Reincarnation. Let's start. Okay, for this, I'm pretty sure it doesn't matter because Miku isn't appearing. So I'll just do one that I haven't chosen. あら、シドウさん。ずいぶんと深いことを考えてますわね。あら。随分とデリカシーのないことをお聞きになりますのね。構いませんわ。でもそうですわね。あまり束縛されすぎるのは好きではありませんわ。私らしいですか？シドウさんは私をそんな風に思われてますのね。では、そういうことにしておきましょう。Okay, I guess I start skipping now. If I can. Oh. お片付け手伝いましょうか？残念です。また許嫁気分を味わおうと思ったのに。せっかくですから、またダーリンの許嫁になりたいです。そうですか。じゃあ私、今度はウェディングドレスが着てみたいです。ちゃんと分かってますよ。でも、どうせなら楽しい方がいいじゃないですか。元気にするのがアイドルですから。I'm guessing this is it for now. You know, I kind of wish, when I played Steins Gate, it had this where you could skip until you had, unseen content. I don't remember having it. It's been a while, though. Okay. I might do some of the, minor characters. I remember this.
Let's do this. ここでお昼ですか？そうですか。私は様子を見に来たんですけど、こうして見ると食堂でお昼を食べてる生徒って多いですね。困りました。実は職員会議で今食堂をなくしちゃって購買だけにしようっていう話が出てるんですよ。ですよね。みんななくなったらがっかりしちゃいますよね。はい、そうですね。それじゃあ私は反対にしましょう。他の先生にもお話ししてみますね。お、5日じゃないか。お前もリサーチかよ。耳が早いな。お、違うのか。食堂で今週から新作スイーツが発売されるんだぜ。女子はスイーツ大好きだからな。いち早く情報をキャッチして話題の中心に躍り出るのさ。仕方がない、親友のよしみだ。お前にだけこっそり教えてやろう。これだ。低価格、栄養満点、まさに理想のスイーツだな。食堂の話題が持ちきりになること間違いなしだぜ。おっと、こうしちゃいられない。豆乳プリンを使ったアレンジレシピの作成を家庭科部に依頼してるんだ。じゃあな、いつか。She's right here, so... おー、いつか、ここにいたのか。
どうした？寝ぼけているのか？どうしたって、お前を探してたんだよ。用ってわけじゃないんだがな、部活の先輩がお前を探してたんだよ。それを教えに来てやったんだ。ありがたく思えよ。やってたよ。こう見えて俺は水泳部ではレギュラーなのだ。まあそうなんだけどなって、おい、お前も水泳部の一員だろうが。どうしたんだよ、いつか。お前、大会に出られないからってふてくされてるんだろう。そうだよ、この間の練習でタイムを測って部内の規定タイムに届かなかったんだろう。のんきに言ってる場合じゃないぞ、いつか。このままじゃエントリーできないって顧問のたまちゃん先生に怒られてたじゃないか。まったくマイペースなやつだな。そんなんだからいいタイムが出せないんじゃないのか。でもな、そのおかげでお前はちくしょう。どうかしたのかじゃねえよ、この色男。部活の先輩がお前のこと呼んでるって言ったろ。そのタイムが出ない件でお前に特別に話があるらしい。くそ、やっぱり悔しい。教えたくない。先輩だよ、あのおっぱいボヨンボヨンの水泳部のエースの。屋上でいつかと話がしたいって二人っきりで。なんだそのあっさりした反応。くう、羨ましい、羨ましいぞ。いつか、ほっとけ。だってあのミクタン先輩だぞ。俺を含めて男子はみんなあの先輩に釣られて水泳部に入ったというのに、なんでお前ばっかり。それでいいんだよ、ミクタンになら、なじられても怒られても本望だ。いや、ちょ、無視すんなよ、おい。
いたいた、ダーリン、待ってましたよ。しました？え？だってあなたダーリンって名前でしょ？殿町くんは男子のエースだっていうのに。だから殿町くんは立派なエースなんです。嘘じゃないです、彼のタイムなら個人入賞も夢じゃない感じですよ。ですよね。そう思うならきちんと練習しなきゃダメですよ。ではまだ時間がありますから、猛練習すれば大丈夫です。頑張りましょう、ダーリン。私も練習に付き合いますので。というか、これから大会まで私がつきっきりで指導しますよ。覚悟してくださいね。腕立て100回、腹筋100回、スクワット100回、それから…
問答無用です。はい、始めてください。準備運動は終わり。何言ってるんですか、ダーリン。毎日このペースでやらないとタイムは伸びませんよ。さあ、それではプールに移動して練習しましょう。どうしたんですか、ダーリン。早速始めていきますよ。その前に、ダーリンは何の種目で大会に出たいですか？種目によって練習メニューに違いがあるかもですし、最初に決めておかないと。自由形、フリーですね。いいんじゃないでしょうか。ダーリンの自己ベストを見る限り、一番望みがありそうなのはフリーですもんね。それにフリーといえばやっぱり競泳の花形って感じですもんね。フリーが速い男の人って素敵です。じゃあみっちり練習しましょうね。軽くストレッチしてから水に入りましょうか。どうしました、ダーリン。I really do put the most effort into Miku's event in Seiken. ちょっと、ダーリン？ I swear if they do it again. あんまりジロジロ見ないでください。なんだか恥ずかしくなっちゃうじゃないですか。では練習を始めましょう。
kind of look at the others and see if they're different. Well, I have already, Let's do a relay. I want to see if it's that much different. Body! そんなに真剣な瞳で。でも、ダーリー、ごめんなさい。あのですね、競泳にペア競技はないですし、男女ペアなんてもっとないと思いますよ。そう言ってくれるのは嬉しいですけど、ふざけてないでちゃんとやりましょうね。するのは自由形にしましょう。一応それが一番見込みのあるタイムですし。頑張りましょうね、ダーリン。Okay, I guess I chose the correct one. Guess you get to skip again. Alrighty. So, I wonder. I don't believe this matters. I'll save here just in case it matters. Why? Oh! That's on my saves. Okay, I guess I can save here. どういう風の吹き回しですの？そうでしたか。では少々お付き合いいただけまして。ポトフですわ。そんなことありませんわ。圧力鍋を使えばそこまで時間はかかりませんし。女の子としては当然ではありませんの？
いいえ、せっかく来ていただいたんですし、お手伝いしていただけます？そうですわね。それでは。動かないでくださいまし。時間を計っているんですわ、シドウさんの鼓動で。ちょうど良いものが見当たりませんでしたので、それとも私のお手伝いはしてくださいませんの？あら、鼓動が少し早くなってしまいましたわ。これでは正確な時間が測れなそうですわね。あら、もうおしまいですの？残念ですわ。Okay, more skipping. Guess we need to do this. そうですね。では隣に向かうことにします。妖精、シドウ、来てください。アルスが。了承、お待ちしています。I wonder if this can't be Arisu's route, or do I just have to complete another route?うむ、そういうことなら任せておけ。
獣木シドウよ。ようやく来たか。現状を知りたいならば聞くより見た方が早い。すみません、オカミネ先生、聞きたいことがあるのですが。ざわ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 。はーい、何ですかアルスさん。先ほどの箇所ですが、間違いがあるのではないでしょうか。またですか。それは教科書のせいで。皇帝、こういうことです。何とかする方法はないでしょうか。やはりそうなのですか。質問には間違いを指摘するものもあると聞いて実践したのですが、なかなか反応を得られませんでした。Oh, this is new. I might... What should I save? If I can save right here.仕方ありませんね。ダーリンの頼みだから聞いちゃいます。でも、私自身は別に勉強とか無理にしなくてもいいかなって思いますけどね。だって授業を聞いてノートを取るのってめんどくさいじゃないですか。普段っていつのことですか？それは簡単ですよ。周りにいる女の子たちにお願いしたり。あれ、どうしました？ダーリン、怖い顔してますよ。
イドル活動もありますから、先生たちも多めに見てくれてますし。私はどうすればいいんでしょう。仕方ないですね。ただし、ダーリンが直々に勉強を見てくれるなら、少しくらいは頑張りますよ。あとはご褒美のチューンをお願いしますね。もう、ダーリンってば、恥ずかしがり屋さんなんですから。シド、少し気になることができました。しばらく教室を離れます。でもダーリン、そろそろ戻らなくていいんですか？授業始まっちゃいますよ。Okay, I think that's a pretty good place to end today's part. Tune in next time for part 34. 35, I mean.